前回も花道さんにお越しをいただきまして、えー、この、えー、もし龍馬が現役大学生だったらという新しくお出しになった近未来小説、えー、について、えー、お話を伺っているわけですが、えーまあ、前回、あのー、閣僚名簿というところで、孫さんが外務大臣、えー、とか、自民党の石破さんが防衛大臣とか、まあ、いくつかこう、はい 何人かの名前を挙げていただいたんですけれども、はい、他にも、これ、このお話の中では真っ先にこの大久保さんがこの賛同するというストーリーになってるんですけど、はい <laughs> えー、大久保さんっていうのは何だっけ、えー、フォーバルですよね、はいえー、この方はいかがなんですか。 フォ、えー,ーバル大久保会長とはですね、ずいぶん前からいろいろとあのご指導いただいてる関係でございましてで、大久保様がやられてる元気な日本をつくる会という NPO 団体があるんですけど、そ,ね、そこの中で、あのうん、経営者がもっと政治のところに関与していかないとだめだみたいなことがあって。 ですね、実はこのストーリーにあった通りも結構あの私に対しても影響を与えていただいている方でございますので登場いただいたというあ<ー>お知り合いなのかなっていう感じがこう本からま、ね、そうです真っ先に、ね、<laughs> 相談に行くのが、はい、大久保さんという感じだった、はいえー、で閣僚名簿で大久保秀夫フォーバル会長が経済産業大臣ということになっておりますが。が、はい 結構通信業界でね規制がちがちの業界に対して風の分けた方そうですねこじ開けてった方ですよね、はい、そういう意味で非常に力量<ー>力なんていうかこう力があるというか、はいえー、腕力がある経営者ですよね、はいはい、でこれまああのこの本のお話に入っちゃってるわけですがそもそも坂本龍馬というちょっと怠け者みたいな学生がいて、はいえー、これがアルバイト先で、えー、この本では 池下晃さんとなっておりますが、はい、どう考えても池上晃さんのもじりだろうというそのままみたいな、えー、そ,その方と偶然に出会うとそこから話がスタートしていくわけですね。一体どうなっていくのか、えーはいえー そうですね池上彰様にも実は何とかあの本名のまま出てくださいよというレターを何度もお書きをしたんですけど、うん、<laughs> あのもちろん,なんあのお返事もいただけないのでこれはやはりもう徹底的にまずあの先生池上彰先生の本を読んでまず自分自身が勉強して、うんでまあ、先生の内容を少しお借りしながらですねあの龍馬に対して語っていくというシーンが事件があって語っていくんですが、まあ、それイコール国民がですね我々含めた国民が改めて今の日本の危機的事件 状況をもう一度改めて認識するという場にしたいなと思って、うん、そういうシーンにしましてで本を読んでですねすごくこう日本って大変なんだろうなっていうのは実感のなんとなく分かってはいたんですけど、うん、知らないこともいっぱいあってですね、うん、まあ本当にやばいなみたいな感じで改めて自分自身も勉強になったような形でございます、うんうん、その中身はまあ 財政の問題、はい、それから国債、はい、これだけ借金がある、はいえー、それから何でしょうかね高齢化の問題、高齢化の問題そういう,このなんていうか日本の将来というものを、はい、少し先まで見通すともう本当になんていうか一体どうなっちゃうんだ、この国はという危機感が湧いてくると、はい、いうことですよね、はい、それでそのお大学生、坂本龍馬が目覚めてしまうと。はい いうことですよねそれでえ仲間と語らいながら、えー、実際に、えーはい、これは結局まず行動しなきゃだめなんだという,うとこからあスタートしていくわけですね。はい まあそこであのどうやって解決するんだというところで、うん、あの会社として見立てようというところになったわけなんですよね。うんうん、で会社として見立てた時にあのおそらく総選挙っていうのが株主総会みたいな形になるんだろうな、うんうん、ということはあの結局総選挙ってまあ全、ね、有権者が出るわけで、うん、全員がこう株主みたいなものじゃないですか、うん、というか最高の権力者がまあやっぱり国民であるべきだというところが改めて認識できましてですね でかつお客さんは誰なのかというとそれまた国民なんだろうなと。で会社として考えると株主に対してもちろんあのちゃんとお返ししないといけないし納得してもらわないといけないという責任が発生しますし、うん、お客様に対しては喜んでもらって購入していただいたり、うん、使っていただいたりということになってくると思うんですけど、まあ、その辺がおそらくどちらも今の現状ってなってないんだろうなというところでやはり経営者が。 あのやるべきだと、うん、でしかも経営者は経営者でもですねあの重たい会社の要は、えー、古くからある大企業のですね、うん、トップじゃなくてですね、うん、自ら創業して、うん、で大変な苦労をしながら従業員を育て上げて、えー、資金繰りにも悩みながらどん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 成長させたあのベンチャー企業のトップたちにやってもらうべきだろうなというところに行き着くという感じですねサラリーマン社長じゃね、はい、同じ経営者っつってもちょっと違いますよね。はい そういう人たちがこうずらーっと並んでますけれど、はい、こうまとまるんですかねちょっと心配しちゃいました、ね、みんな一刻一常の主だからねあ <laughs>、うん、ごめんなさい、うん、ちょっとした心配なんですけどすこのストーリー考えてる上で、えー、この人たちで閣議やったときにどうなんだろうねみんな言いたいになりそうところが企業で見た時もいろんな大企業と大企業、えー、まあベンチャー企業同士がですねあ,あのタイアップでいろんな商品作ったりとかいうことが行われてるので、うん、その できるベンチャー企業の経営者同士であればその辺はうまく各省庁いろんなことがあろうかと思うんですけど、うん、見事な調整をやってくれるんじゃないかなと思ったんです、ね、結構独立採算性なわけですよねじゃあきっと日本というこのあの日本のためっていうのがまず前提,前提で考えてくれるんだろうなと思いましあこれがねその単なる夢物語じゃないっていうのは例えばイタリアでね経済危機の中で政府がどうにもならないという状況があってそこで 全員政治家でない内閣を作ってしまうというそんなことが起こるのかって日本の憲法で言ったらこれできるのかって、まあ、思いましたけどね、はいえー、まああれは学者とかジャーナリスト評論家みたいなとか、うん、経営者とかそういう人たちが入って、はい、一時的に。 政府をお預かりするという。一時的なんですか。まあ一時的で、まあずっと、なっちゃうのかもしれないけど。あのー、とにかく、一種の。危機対応として、そういうことをね、思い切ってやったわけですよね。あのニュースはすごく、この本に勇気を与えてくれますよね。ショッキングでしたよね。でも一時的でもいいわけですよね。今、ね、これも実際中に、なん五年だけやってくれた。一気、一気預からせろと。いう、うんうん、まあ話になってますよね。そうですね。はい。うん まあそれで実際、その学生たちがですねその、まあ、閣僚名簿を想定してそして経営者たちをくときに歩いて何人かは好意的に反応してくれて、えーえー、そして、さあ1つの問題は総理ですよねそうですそ、そういう経営者たちを束ねて、うん、えいやと日本を犯していける総理はどうするんだと。はい いうことでこの話の中では橋本徹さんが出てくるわけですね。そこは政治家なわけですねこ,こはやっぱり政治家でいうしょうがないかっていうことですかあのそこがですね、うん、閣僚たちがすごすぎるので先ほどおっしゃっていたように <laughs> 誰がこれをまとめるんだっていうことになってですね <laughs>、うん、そこでずいぶん議論しまして、うん、まとめるのにあのス,スーパー経営者っていうのはなかなか難しいなっていうところで、うん、であれば一番国民が今支持してる人 ととというところでで見るとですね、うん、今,今だと橋本さんだろうなというところで,、うん、で一番国民の支持を受けて橋本さんがトップでその下の閣僚たちがもうすごい人たちみたいな、うん、そんなイメージを作りました、うんうん、年齢も若いですよね橋本さんはその皆さんに比べてあそうですねちょっと私はねこの本を推薦してるんですけど、うん、ここに帯が。 はい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 。橋本、ねね、はカンけどっていう <laughs> あのなんか喋ってるんですけど、<laughs> うん、まあそこに橋本自身のその政治的評価に関しては私はまあいろいろ意見があって、はいえー、全面支持じゃないんですよね、えー。まあ今週の週刊文春もね、いろんなあの人を並べて、うん。はい あの橋本を支持するかしないか支持するかしないか、うん、支持としない支持としない支持としないってこう <laughs> ていうか真っ二つに分かれてるみたいな、うん、たら総一郎は支持の方に入ってましたけどねいろんな、まあ、もちろんあの人はもうああいう意思の問題児ですから賛否両論あって当たり前で私はもうあの原発止めろと言ってるあれはもう断固支持と。 いうことなんですけれども、うん、例えばあの教育政策とか、はい、ああいうとこはちょっとなんかもうちょっと勉強した方がいいんじゃないかなと思っているという <laughs> まあこう、えーまあ、是非的な立場であって、はい、そこであえて、まあ、あのこの本を推薦するについてわざとね橋本明日香が <laughs>、まあ、その若者たちがこういうことをやるのは断固支持するという趣旨の、まあ、宣伝文を はい、え帯に入れさせていただいたんですけど。